メドベージェフのフォームが独特すぎるけん。こんなぐにゃぐにゃした姿勢であんなに正確なストロークできるのがマジで意味わからん。クペデとは別の意味で写真写り良くて草。インパクトまでは結構綺麗なフォームなんだよね。フォロースルーでぐにゃる。プロに限らずフォームダサいやつ多いから、フェデナダが圧倒的に人気になるのも頷けるわ。今来たぜって言いながら親指立ててるシーンかな、これ。これはどんなショットを打ったのですか？フォアスライスかな？小指と薬指だいぶ余らせて握ってるな。勢い余ったとしてもこうはならんやろ。ナダルも当時は、よくわからんクソダサフォーム扱い、フェでも顔残しすぎだし、バックの左手出せーってなってたんやで。言語化しがたいんだけど、Y は、メドベのフォーム、そんなに変には思わんのよね。キモくはあるんだけど自然に見える。ティア4の、フォアのテイクバックに感じるような、無駄が多い感じの変さとは違う、的な。メドベのフォームの真似はおそらく全国のどこでも発生してないだろうな。手足が長すぎてテニスのフォームに収まりきらなかった感がある。ボレーとか謙虚でボディ狙われた時の映像を見ると花びら大回転みたいになってて草生える。下手くそな軟式テニスみたいなフォームしてんのにクソ強くて草。